吉田さん、まさに人生はどう思うかから始まるんじゃないかなと思うんですよ。セルフバックを知った時にこれで1億円いくんじゃないかと思えば、そっちの方向に自分の精神とか行動っていうのは向かっていくと思いますしね。こんなこと大したことにならないんじゃないかなと思った、それがスタート地点だったら大したことがない結果にたどり着くだけだと思うんですよ。でね、私がたまにこう気持ち悪いかもしれないですけども考えることの中に、私はね、誰から生まれ変わったのかなっていうことをよくこうイメージトレーニングするんですよ。例えばね、その中の一人、私はですね、中世の時代に処刑された名もなき泥棒少年ね、なんかパンのかけらでも盗んだんでしょうね。で、盗んだら捕まって、その時のなんか役人のね、機嫌悪くって、おい処刑しまおうぜっていうか、裁判もなくズバッと首を切られたと。その首を切られた瞬間にすごい後悔して、くそー、こんな人生で終わるなんて、まだまだやりたいこといっぱいあったんだみたいな気持ちでね、死んでいった。それが生まれ変わって私という人間の要素になって、だから絶対に損のない人生を送ってやるぜみたいな、遺伝子レベルのモチベーションになってるんじゃないかなとか思ったりね。あとはね、くだらない不倫で全てを一夜にして失って、もう借金を背負わされて社会的信用も失って、まあ、お嫁さんとかね、お子さんに逃げられてどうしようもない人生が始まって、後悔の末にのたれ死んだ50代の男性みたいなところから、いや本当に絶対に浮ついた気持ちでバカなことしないぞと思いながら、後悔に後悔を重ねてのたれ死んでいった男性の生まれ変わりで、次の人生こそはこうなるぞみたいな思いを私の中に埋め込んでくれたのかなと思ったりね。要するにね、次の人生では絶対に誰かの役に立つように、誰かに喜ばれるように、そして多くの人の喜びとともに自分の人生が作られるように心を改めて、やりますんで、絶対神様生まれ変わらせてくださいみたいな無念の思いで、最後に心から反省して無残な死を遂げたり、殺されてしまったりとかね、のたれ死んだりとかした、そんな前世を無数に想像するんですよ。そしたら今ね、このね、スマホがあって、ひげ剃りが変えて、なんか封筒が届いて、請求書が来る、こんな人生、もう夢の、また夢のような素晴らしい現実ですよ。なんかチャンスだらけね、チャンスだらけ。で、多くの人は自己肯定感が強いんで、多分逆なんですよ。自分はもっと素晴らしい人生を送れたはずなのに、今冴えないよね、と。なんで冴えないのかっていうのは、本当は自分は素晴らしい人間なんだけども、時代が悪い、周りの人の環境が悪い、仕事が悪い、何々が悪いって言うんですよ。だからこの言葉に反応するんですよ。この言葉ってのは何かっていうと、人生を変えたかったら仕事を変えるか、人間関係を変えるか、住むところをね、変えればいいよみたいな言葉に反応するんですよ。いやいや、あのね、周りの人に依存したり、周りの人のせいにしたり、仕事のせいにしたり、住んでるところのせいにする以上はチャンスはないと私は思いますね。で、こんなね、人のせいにすることに、もう簡単に同調しちゃうような人が何で成功するんですかって。バブルのせいですか、時代のせいですか、小泉政権のせいですか、竹中平蔵のせいですか。確かにそういう部分はあるかもしれませんけども、それも込みで這い上がっていく、与えられた材料で最高の結果を出すのがビジネスであり人生じゃないかなと思うんですよ。で、私はいつもいつも、もっと最悪な人生から生まれ変わらせてもらって、最後のチャンスを与えられて今久保哲郎になってるっていう風に、たまに考えたりするんで、いやーすごい世の中だなと、腕に鎖がついてないぞ、やったーみたいなね。で、前はね、泥棒少年ですから、裁判もされずに殺されたわけですから、今ね、首筋に斧が振り落とされる可能性は非常に少ない、ラッキーだなと。で、大金持ちには生まれなかったですけども、でも不自由のない人生を送らせていただいて、たまにね、高い請求書来ますけども払えてみたいなことがあったりとかしたら、いや本当についてるなと、この人生絶対大事にするぞと、パッとね、スマホを見たら、おお、スマホ電源入ってるわと、こんな便利なもの誰が作って私に授けてくれたのかなと、前の人生ではこんなのなかったぞみたいなね、そんなことを思ったりするんですよ。これね、私が想像するんじゃなくて、遺伝子レベルで書き込まれていて、本当にね、私の前世はあらゆる人の不幸な人生の繰り返しだったような気がするんですよ。だから今の人生にものすごくね、飛躍を感じるんですよ。得したなみたいなね、まあ生まれ変わりがあるかどうかわかんないですよ。これは全て私の想像であり妄想なんですけども、いやよくね、この時代の日本人に昭和47年生まれで来てくれたなって思いますよ。この体がついてるなと思いますよ。よくぞこのね、強靭な肉体で強靭な精神を誰の受け継いだか分かんないけども持たせてくれたなと思うんですよ。ラッキーだなと思いますよね。で、顔はね、まあいまいちかもしれませんけども、でもね、他のところはなかなかいけてるんではないかなと。自分の思いさえ強くすれば全てが叶うと、自分の、まあ、
精神を強めればダイエットも成功する、精神を強めれば大きいことも、あ、美味しいものも食べれる、精神を強めればコーヒー牛乳も一人でこんだけいっぱい飲めるとかねなんかね、そんなね、思えば叶う、思えば叶う可能性の高い時代と場所に生まれさせていただいて本当に良かったなと思います。それがこの令和の時代の日本にピンポイントで生まれたってことなのかなと思います。まあ私が生まれたのは昭和47年ですけどね、ちょうどタイミングが良かったなと今思います。47年に生まれて高度経済成長の最後のワンステップに乗れて、大学の進学もできて、でね、女の子に適当に振られて40歳まで誰一人モテなくて売れ残ってきたおかげで大好きな人が見つかったわけですよ。その時にね、ついてると思いませんか。35ぐらいで世間体気にしてなんかね、なんかその辺の人と手打ってたらこんな幸せないかなと思ったりね、思わなかったりなんですけどね、まあいろいろと後付けで良かったというふうに思うようにしてるのは自己肯定感の表れではないかなと思いますけども、それも込みで素晴らしい人生を送らせていただいてますね。これは前世で冴えなかった人生を帳消しにするためだというふうに考えれば、それもまた楽しいかなと思います。私はね、どっかから生まれ変わってきたんですよ多分。なんかね、70歳80歳ぐらいの高齢でもうね、最後の不自由な人生を送ってきたところから、あ、今度生まれ変わったら、もしくはいや元気な体で40代で生まれ変わったらなと思った願いが40代になって生まれ変わってきたのかなと。だ、それがあの例のね、速稼塾が始まった時、その瞬間に私には別の人生の魂が入れ替わったんじゃないかなと思うぐらい、なんかすごいなと思いますよね。全て想像でございます。こんなことばかり考えてるんで気持ち悪いですね。はい、以上でございます。さよなら。